なんか5人でフルパンになりました。リスナーさんのサポートを評価していきたいと思います。録画開始開始。今回農地編です。ミニオンが出撃しました。農地編ですか。油増し増し了解です。ん、あー俺アイテム買ってねえわ。ほんまや。帰ろ。ほんまやな。もう一個押して帰ろうぜ。なんでです。帰りたくて。帰ろう。魔王界来たんだけど意味わからん。ああ、そのフラッシュいらないっすね。やっぱ今のもう死亡格なんで、今のは死亡格はちょっとフラッシュいらないっすね。ちょっとでも今のは帰りたすぎて適当にファームしてたからもうしゃあないな。あ、0点っすね。今スロープッシュなんだ。雪村入りたいのかと思った。惜しい。ナイス。わしやう。いやー届かねえ。それサイレンスやばい。ミスター、ここに置いたら、あ、ないか。まあ相手リコールかな。出た。大きくなるかちっちゃくなるかの意味わからんやつ。これもあんま嬉しくないよな別に。相手3枚柔らかいけどどうしよっかな。ダイナミズムいくか。ダイナミズムいくか。は？ねえ、これ大きくなるやつ、こう意味あんのこれ。押してちっちゃくなったけど。マジでこれ相手ファームする気しかないな。適当に。ん？タンクのタク？アミラでってこと？まだサミラ側も結構キル欲しいからね。あ、テレさん大丈夫か？大丈夫か。
ヒデさん大丈夫か。移動中です。見食っていいぞ。ドラゴンを攻撃。盛り上がってきたな。私の姿を見たやつはみんな諦めて。ボットレーンのタワーが攻撃されています。エクスコンライン見て。ちょっとローム長いね。いけるいける。サイレンスない。あーミスった。あげミスった。最悪。え、こんなミリのタワーに使ってくれるの美味しいやん。美味しいね。ちょいローム長めっすね。あとブーツから行った方がいいっすね多分。ブーツからじゃないとワーモグ発動しないよね。あれ倒せるな。これはねロームしていいよ。これこういう時はまあ今はいらないかも。まああれかな、今のバイ倒した瞬間ロームかな。バイじゃねえか。雪村が遠ざけちゃった。まあ破壊できるなら一緒になってもいいと思うけど、一人での方が俺はいいと思うよ基本的には。壁こすっとるなちょっとかわいいか。雪村配信してねえよ。何雪村見たがってんだよ。下がれ。熱っ。お、それはナイスナイス。なんかジジイ出た。お前今俺にぶつけようとしただろ雪村。そうだよな。いってるいってるいってる。いけ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 。 KZ KZ いけ。フラッシュないか。 KZ フラッシュじゃないか。そのフックできないなって思ったら、やっぱそのちょっとアクションを、お前かわいくはあったか今。あの壁ここで打ってたのはちょっとかわいかった。アクションのね方向性を変えるのもありだと思うよ。そのちょっと
その霊園からってやっぱ当たりにくいから、わざとまあちょっと一回姿消して横からとか、そういうなんかアクションしてもいいと思う。うわ、うまっ。てか魔王界ダメージ出すぎじゃね？なんで俺魔王界に怠慢で負けないかんの？いや今のな、オンこっちに打ってなかったのに W 打ったのが良くなかったな。見てからやればよかった。え、てかチーム阻害欲しくね、確かに。でもオリアナが行けばいいでしょこれ。俺は行かないよ。オリアナに任せます。いいよ。あ、もういい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 、行くしかねえよな。そうだよな、行くしかねえ。上に見えたもんな。ちょっと今ソラカ系と俺がマップ見れてなかっただけだけど、怖かったね。ナイス。なんかでも、ソラカがレート低そうだね。あ、イモシの方がいいか。何こいつ。もっと危ない。わーお、やべえ、これ当てられる。あ、俺さ、あれ持ってた。待って、ハセミスった。知見じゃないとダメだな。そうか、イモシってヴァンパイアセプターなかったわ。まあでも行くもんないか。でも阻害行くか。ついでに阻害って貫通いるな。これ俺阻害アンチなんだけど、ワイルフの人阻害行くよね、よく。観客は私一人で十分。弾いてみな。ナイス。移動中です。あ、待って、やってるな。やろうとしてる？いや、やろうとしてないな。いや、フックはしなくていい、フックしなくていい。ここバロンやらせなければ OK よ。
ッケー、気持ちいい。ああペンタキル、ペンタキね、シャットダウン。味方が倒されました。すべてを決めるのさ。ペンタッキー。まあ、さすがにギブでいっか。行く？これギブでもいいけどね。危ねえ。終わりか。ナイスビクトリー。いや、まあサモリフのがつまれないね。まあそんなことないんちゃう。書いてあることは正義でしょ。ナイス。ロルの方が積まれないんだよね、逆に。まあ、ワイリフなら積んでもいいと思うけど、でもプライドで積みたくないね。最近はイモシが強いから積んでもいいなって試合中に思っちゃったよ、俺。試合中に、あ、確かにな、イモシ結構強いし、セリルダ相性そんな良くないし、タミナって集団戦入った時にソラカウルト使えたから、使われるとだるいから、しかもアルティメットで分散できるし、ありだなーって思いながら戦ってた。言ってた。さっきのアンチだからって。320スーパーチャットありがとうございます。平凡な暮らしで消耗するのはごめんだ。ありがとうございます。まあ、ケイゼツさんにもうちょっとね、いけたね。もうちょっとやれたね、ケイゼツさん。まあ連戦は相手がひよってたから、まあしゃあないけど、まあでも、まあとりあえず、まあアグレッシブなとことアグレッシブじゃないとこの調整かな。また服頑張ろう。服頑張ろうぜ、ミニオンに言ってたから。動画ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくねー。あ、ケイゼツさんスーパーチャット800円ありがとうございます。100点です。